生活をする上で手の役割どんなものがあるでしょうか例えば食事をするとき勉強するとき皆さんは手を使っております食事をする際には箸で持ち勉強するときはペンを持ちます本も持ちますスマートフォンを操作するときは指を使いますこのように生活をする上で手は重要な役割を持っておりますしかし 不良の事故でこの手をなくした場合皆さんの生活はどうなるでしょうかおそらく多くの方が不自由な生活をするでしょうリハビリテーションの考えは失ったものを元に戻すこういうふうに考えております手をなくして不自由な生活をなった場合その生活を取り戻すようなことをやります手をなくした人には義手を作りますで、義手の中には性的な義手 動く技術いろんな技術がありますその中で私は筋電技術を研究しております皆さんの手はどのようにして動くのか手を動かすためにはまず脳からの指令が必要になります脳からの命令で前腕の筋収縮させますその際に微弱な電位が発生しますこの電位を利用して筋電技術は動くようになりました 軽いものを持ったり離したりすす。ることは可能ですしかし人間の手と同じようなレベルにはまだ達しておりません。そこでこの近電義手に付加価値をつけ,つけることで元の生活に近づけることを考えております。例えば前腕部分に交通系 IC カードを挿入させ駅の改札を抜けることもできるでしょう。スマートフォンを装着し買い物の際に スマート決済をすることも可能になります障害者の人たちの生活これを元に戻すことを考える学問これが作業療法学です